手はここにやればいいのか。おはようございます、おはようございます。なんかね、ちょっとこう鏡があって、ちょっと難しいんですよね。まで来たらこの前と同じように、あの、なんていうの、トイレの壁、お風呂の壁っていうんですか、あの、あるじゃないですか、バスルームみたいな。寝起きドッキリ、ちょっとこれから寝起きドッキリをかけていきたいと思うんですけど、って朝起きるの得意ですか。得意じゃないんだけど、あのあれ、配信があると起きれる。本当に私朝起き、早起き苦手なんですよ。でも逆に一人の時は起きれるかも。家族といるとなんかまだあと3分いけるわとか思っちゃうけど、一人だと一人でしなきゃいけないから、え、何、誰の寝起きだ、ヨガ、苦手なんですよ多分。配信が本当に、私学校平日とかも、あの、なんか、まあ、なんだろう、あと3分いける、あと3分いけるとか思って、結局学校には間に合うけど、結構そこそこダッシュが多めみたいな。11月3日にシティ48メンバーと一緒にナイトクルージングツアーイベント見に行く予定です。なんて素敵なイベントなんだろう。素敵。あ、なに、かわいい、ありがとうございます。おいしそう。バーガーですかこれは。え、なにこれ、え、なに、かわいい、シュークリーム。食欲の秋ってこと、何でも食欲の秋に近づけるな。え、ねえ、かわいいショートケーキだ、食べていい？シュークリームか、シュークリームとショートケーキと、へえ、おいしそう。え、ねえ、今日ってハイタッチあるじゃないですか。ん、ハイタッチ今日でし、ん、今日ですよ。え、そうそう、昨日寝たの、結構、そうそう、あおちゃんが可愛くて、別に喋らなくてもいいんだけど、お風呂入ってる時電話してもいいって言ってきて、可愛い、可愛いかよって、可愛すぎ。最近寒くなってきて、ますます布団から出れなくなるよね。え、わかります、布団が離してくれないよね。あ、昨日アイスの個別写真の時、そうそう、私 HKT さんとお友達になりたかったんだけど、まだ慣れてない。私なんかすごく、結構今まではあの、自分から話しかけるタイプだったんですよ。結構なんか、え、こんにちはみたいな、お友達になりましょうみたいな、お、なんかいたんだけど、あーちゃんとするために私の電話切ってね、なんかいるんですけど、なんかすごいフルネームがいますよ。この人一緒に朝ごはん、あ、すごい、ゆうなさんのやつだ。え、そうそう、私人見知りじゃないと思ってたのに人見知りなんだよね最近。アンナさんが拗ねちゃってます。アンナさん、そうそう、そう、最初アンナさんと電話してて、まあ、それはあおちゃんが、あおちゃんに呼ばれたら行くじゃないですか。ちょっとなんか嫉妬しちゃったみたいで、なんかゆうたんとお話ししたいよって思ってたみたいで、アンナさんがちょっとね、なんか拗ねちゃってますけど、それで
でも朝また電話するっていう、どんだけ優のこと好きやねん。コメントしなくなっちゃってる。話さないのよ。私もいつでも電話また、あ、じゃあ今度配信終わったらかけますか。みんなでグループ電話、配信でええやんっていうね。とかし人見知りになっちゃった。え、でも本当にお友達を作りたい。あの中3のこと、あ、待って、全部バラされるやん。フルネームさすれちゃって、私が悲しんでいいのって言ったのよって言って即答されだってフルネームさ、でもフリやん。それは嫌だなんて言ったらちょっとなんかすごい人で、そんな人いないじゃないですか。うんっていうとこでしょそれは。え、私がもし朝配信してなかったらさ、絶対 HKT さんの配信を見るんですけどさだって見るんですけど、見てる方いらっしゃるのかな。ちょっと本当に可愛い方が多すぎて、めっちゃ可愛かったし、なんかすごかったんです。なんか覇気なんて言うんですか、あんちゃんと電話しながら来れた。お風呂入る直前まであんなさんと電話してません。お風呂入ってる時はあちゃんと二股ちょっと、ね、え、かわいく、あ、ちょっとこれネタバレになっちゃうから、ちょっと明日え、ちょっと、うん、ちょっと前ネタバレにならないで、ね、え、ちょ、本当に歌いそうです。私50分から始めたんで、そうえ、そうだ、写真撮ってくださいは絶対に言いたい。そう、原ちゃんがあの多分中3の子にお話しかけてて、お話しかけててだって技しかけるみたいな、お話ししててで、私のことをちょっと紹介してくれたみたいな感じで、まあ、そのことはもう友達ってことでいいのかなって思いながら、まあ、直接はまだお話ししてないんだけど、お話ししたい。今日はスマホの画面右側に映ってる、何か理由っていうか、なんかそう、いろいろ映り込んじゃって、なんかこういい場所がなんかこうなっちゃう。私がめちゃめちゃ反ればいけるのかな。でもここは別に入りたくないんだよ。このぐらいの近さになっちゃうかもしれない。そんなお見せできる目玉持ってないんですけど、てかいつかカラコンしてみたいですよね。これ目の反射とかで全部わかるのかな。ロリコンってやめてよ。星になってるって分かってるな。どこがいいんだろうかな、これは。どうしよう、ここがいいのかな。よ、できそう。ここと、ここの時の顔とこっちの時の顔で合わせたら、ちょっとダメだ、顔がいいかな。言うて今7時なんですね。いつもとそんな変わらないけど、昨日寝たのが本当に3時ぐらいだったから、3時、やば。今日ちゃんと私6時半に起きれたんですよ。6時半に起きて、なんかちょっと準備して朝ごはん食べてみたいなしようと思って、そう、ちゃんと起きれたんです。前回おしゃべり会の東京の時は私やらかしました。すごい配信に大遅刻するっていう、マネージャーさんに扉をどんどこ叩かれて、いっぱい LINE 来て
LINE というか電話来たのに私古虫というか、まあ、夢の中にいて本当に申し訳ないです。でも今回はちゃんと私アラームと何目覚ましいつも私持ってきたんですよ。これいつものこれ起きれるかな。そうこれ持ってきて、これとあとスマホのアラームでちゃんと起きました。そう本当に申し訳ない。だってさマネージャーさん多分そこそこの時間私の部屋の扉を叩いてやったような気がする。10分行ってたらやばい。本当に申し訳がない。本当にすいません。あそういつもなるやつ配信の途中でピッ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 ってそれ5分ごとになるからちょっとなんか多分私なんか12分とかに設定するから。そうでもなんか今日いつもだったら目覚まし鳴った一発で目覚まし来たって思いながら目覚まし止められるのに今日はなんか目覚ましなのか分かんなくてなんかうるさい音がするなって思ってなんかだんだん夢がこう覚めてったらアラームじゃないかっつって最初は本当になんかすごいうるさい音がするなとか思ってたらアラームでした。ごめんねアラームせっかく起こしてくれたのにさうるさい音とか言ってごめんねごめんね。よかった、はあ、4000も使っちゃった。知ってます。知ってるのかな。ねえむくみというかなんか目がえげつないことになってるんですよ。あでも画面で見るとすごいな。なんか4円ぐらいになってるんだけど。冗談なしで3つ。ごめんねアラームありそう。ありそうじゃないですね。ありそうですね。ピピ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 。朝が来る私作曲のセンス全くない。朝が来るいつもの時間にセットしたアラーム いつもは鳴る2秒前に起きるのに今日は鳴ってから5秒経って止めた。疲れてるのかな私。彼のことで頭がいっぱい。昨日もよく眠れなかったから。今日は早く寝よう。アラーム飛べる2秒前あなたの心を射止めちゃうズキュンアラーム今日は5秒前に止めようチュンチュンチュンチャチャチャンリリリンチャチャチャンリリリンチャチャチャンリリリンアラーム、あなたの心も射止めたい。恋する5秒前、ピッ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 チー。最後の終わりポーズこれ、ピッ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 チー。で終わり。何か作ってください。なんだっけ。アラーム。なんだっけ。なんて名前でしたっけ。アラーム。なんだっけね。そう。
そうですね、ちょっとギター弾いてね、なんかね、いいかもしれない。え、ね、なんて名前だっけ。え、やばい、いや、やっぱ曲作れるかも。あ、ごめんねアラームだ、ありがとうございます。ちょっとごめんねアラームで、ごめんねアラーム、ちょっと作りますか、曲。私が卒業するまでにちょっと完成させようか。ちょっとずつ作り進めときますね。 G コードだなとか言って、足きたとか言ってね、簡単なのしかできないんですけど。アラーム、え、ちょっと好きかもこれ。あれで、私の卒業コンサート、あ、コンサートする想定で、一応想定、なんかすごい武道館とかそこら辺でコンサートする予定で、まで、まあ、最後のアンコール、アンコールが一番最後の曲、私のアイドル人生最後の曲が、うん、あ、そうそう、あと20年あるから大丈夫、24年かな、うん、間違えた、48までだから、まあ、だから最後の48歳の最後のその時にアラーム、あなたの、なんだっけ、忘れちゃった、恋する5秒前、1、2、3、あ、ピッ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 チーン、アイドルの高島岩尾っつって、そっから、そうします。私の最後の曲はごめんなアラームにしようかな。まあ、それまでに、まあ、なんか私の、まあ、オリジナル楽曲が増えるかもしれないけど、増えたらまあそれがラストの曲になるかもしれないですね。20年後くらい、20年、20年で38歳、あ、間違え、34、35歳ですね。あ、恋する5秒前なんだっけそれ、あ、待って、恋する5秒、なんだっけ、待って、なんだっけ、恋する5秒、あ、知ってるんだけど、ちょっと待って、私時間やばいな、ん、時間やばくはない、本当は5分にやめようと思ってたんだけど、あ、マジで恋する5秒前、じゃあ3秒にしましょうか。あ、ステージにマイク置いて、さすが、あ、こうやって置くやつですね、そうしようかな。山口百恵、広末涼子さん好き、え、顔が赤く結構長くいられる、本当に、え、知ってるよ、マジで恋する5秒前、知ってるけど曲が思い出せない、なんだっけ、あ、俺の広末涼子ちゃん、そうなんだそうだったんだ、え、すごい、地元一緒、すごすぎる、あ、フォローありがとうございます。そろそろ行きますか。え、ブースティファン祭り2024、なんか当日券あるみたいなんで、今からでも多分間に合う、ギリ間に合いますよね、間に合う、一番遠くて沖縄、沖縄と北海道、北海道と沖縄と、沖縄の方が遠いか、沖縄からでもギリ行けちゃう、行けちゃうかもしれない、6時からなので、6時からなので、はい、当日券あるので、え、なんかあれなかったでしたっけ、え、なんかさ、なんか公式インスタグラムに当日券あるみたいなの書いてないだったでしたっけ、
ゆずちゃんって呼んでくれてるんだ、嫌なこと。ゆずちゃん、え、初めて言われた。ゆずちゃんって可愛いね。ゆずちゃん22日の公演、東京から、東京から見に行くため応援応募する。ありがとうございます。会いましょう。待って、ごめん、私のハイタッチいつだっけ。待って、日野さんとカイリさんのトークショーと被ってる時間、ちょっと待って、やばい、ごめんなさい、何時だっけ私。そういうことか。ハイタッチ券持ってる人は当日券購入かな。あ、そうなんだ。あ、そういうことか。え、ハイタッチ券は今買えないの。あ、違う、13日か。うわ、ごめんなさい、もうなんか、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、申し訳ない。タッチしましょう。え、あとライブ本当に楽しみにしててほしくて、本当に本当にすごい内容なんですよ。本当にすごくて楽しみにし、あ、ハイタッチ会くん、やった、ありがとうございます。ゆずちゃんって、そうなんだ、ハイタッチ、そう、トークショーも頑張る。そう、一日中めっちゃ楽しいから。え、待って、夜勤から来てくれるんだ。わー、お疲れ様です、ありがとう。何、タカシにハイタッチ吹き飛ばされた私のことなんだと思ってるね、本当に楽しみなので今日、はい、ハイタッチ、はい、しましょう。ちょっとなんかペンダゴできちゃってるけど、ペンダゴできがちなんですよ、ここに。みんなで、あ、両手でもいいんだ、両手でハイタッチ。あ、そう、こことか、イエーイってなるとか。では誕生日読みをさせていただこうかしら。飛びながらお願いします。ちょっと待って、飛びながらか、めっちゃ身長高いとか3メートルみたいな。はい、怪力たかし、懐かしい。私サッカーの時怪力さん、あぶねー、あぶねー怪力、怪力、怪力、あの、なんて言えばいいのこれ、怪力、私の背番号、怪力、怪力何番って言われてました。あと、なんか、はい、では誕生日をさせていただこうかしら。誕生日をさせていただきます。 HKT の誰と話したいのか、全員なんですけど、私あの方と話したい。まあ関わりがある方がいらっしゃるんですけど、めっちゃ可愛くて話したい。ちょっと、13のこと話したい。あ、でもお一人お話ししてくださって、何、なんかファンの方同士でね、かわいいよね、かわいいよね。あ、誕生日します、行きます。13位高尾さん、ありがとうございます。12位アベベポキさん、ありがとうございます。11位ノムさん、ありがとうございます。10位 You Love You がなほこちゃん、ありがとうございます。9位ゆちくん、ありがとうございます。8位 RC さん、ありがとうございます。7位マーチさん、ありがとうございます。6位ケータンのごめんね、アラムさん、ありがとうございます。5位友人シャリジョーチュン、ありがとうございます。4位ナッチ0617さん、ありがとうございます。3位テケ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 じゃん、ヨシさん、ありがとうございます。2位テケ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 じゃん、ミーさん、ありがとうございます。
ございます、ありがとうございます。はい、楽しんできます。ちょっと今日は本当にメイク気合い入れて、過去一レベルでちょっと可愛く頑張りたいと思います。行ってきます。ユニコーンじゃんけんじゃんけんチョキ。パーにすればよかった。ハイタッチでパー出してくれた人を負けさせてしまった私のチョキ。あ、ごめんなさい、パーにするって決めてたのに。なんかチョキ出したい気分だった。チョキ、あ、勝ちました。あ、よかったよかった。13、19、はい、15、いけ、お、すごいパート予想してくださって優しいありがとうございます。またね。お、今日ついてよかった。 OK、 ありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイバイ。ありがとうございました。